経団連初代会長、石川一郎石川一郎11月5日から1970年1月20日は、日本の財界人、経営者。東京帝国大学助教授、日産科学工業社長を経て、旧経済団体連合会初代会長から1956年。日産科学工業元社長、元会長。昭和電工元社長、元会長。 1885年11月5日、東京に生まれる。元関東山荘常務、う一郎の長男。父、う一郎は、大阪の出身で、石川家は、江戸時代、歌屋という屋号の商家であった。父は、関東山荘という火星相打製造の科学会社を、経営した。旧制経過中学、旧制第一高等学校効果を経て、1909年。 東京帝国大学工科応用科学科を卒業。大学に残り、東京帝国大学工科助教授となる。1915年に、東大を辞し、父を、一郎の経営する、関東山層に入社する。これは、父の根性によるもので、石川としては学問と実業を橋渡しするという、決意の現れであった。関西硫酸販売社長。 東部硫酸販売会長を経て1941年に産業統制によって発足した日産化学工業社長に就任1942年化学工業統制会会長に就任し名実ともに戦前における日本の化学工業会のリーダーとなる1943年電気化学協会会長戦後化学工業会から 日本経済の中心へ躍り出す。1946年日本産業協会会長、1948年に発足間もない経済団体連合会初代会長に就任した。石川は技術畑で金言な性格でもあり、東大助教授出身の学級肌で近代的な合理性を兼ね備えた経営者であるとして、石川の経団連会長就任にあたっては、 新しいタイプの財界指導者の出現と評価された。日本経済が敗戦の混乱にあるとき、経営者の結束を図り協調と共存共栄を解いて回った。経団連会長就任の背景は、当時、一万伝法王として、日本経済に君臨していた一万田直と日銀、総裁との親密関係の賜物であったとされる。また、 1946年8月14日、貴族院直選議員となり、翌年5月2日の貴族院廃止まで在任した。経団連会長時代は、GHQ に占領されていた前期と、講和発行後の後期に分けられる。前期は、賠償、財閥解体、独占禁止法の制定など、戦後の経済民主化において、日本経済がうまく対応できるようにすることが、 課題であった。石川は、この間、GHQ と接触し、日本経済界の意見を反映させるように、努力している。後期は、防衛産業の育成に力点を置き、経団連に防衛生産委員会を発足させ、国産兵器生産に道を開いた。この間、1949年には、昭和電工会長、東京大学生産技術研究所協議会会長、 1951年には東京電力取締役に就任している。1956年1月経団連会長を石坂大蔵に譲り退任する。経団連会長を退任した1956年に原子力委員会が発足する。石川は経団連会長であった1955年にすでにジュネーブ原子力平和利用国際会議の日本主席。 代表、日本原子力研究処理事長として、原子力の父とも言うべき存在であったが、さらに原子力委員に就任を要請され、就任する。勝利木松太郎委員長のもと、委員には、石川のほか湯川秀樹、藤岡義夫、有沢博美らが選ばれ、石川は、委員長代理となった。1963年設立の日本原子力船。 開発事業団理事長に就任。1964年カナダ、アメリカに原子力船事業の視察に赴く、区一等随法賞を受賞。晩年は昭和電工相談役の肩書きで東京都調布市で暮らす。1970年1月20日、心臓性喘息のため、小平市のブリジストン東京を病院で死去。85歳、死後、 政府から正三位、国一党局実大受賞を追贈された。墓所は、豊島区駒込の染井霊園。1914年に、関富子と結婚。東京大学名誉教授、武蔵工業大学学長の石川薫は長男。鹿島建設会長、日本商工会議所会頭の石川六郎は六夫。厚生大臣、下城慎一郎の妻、広次代は娘。 衆議院議員、下條三つは孫。ありがとうございます。